皆さんこんにちは、モリタインドラムスクールのモリタインです。本日はパラディドルを、ちょっと応用した、ちょっとした小技をご紹介したいなと思います。で、パラディドルっていうのが、シングルストローク、右左でダブルストローク、左左とか右右とか、シングルとダブルが、融合されたパターンっていうのがパラディドルっていうパターンになるんですが、これがね、いろいろこうリズムパターンをやる上でとか、フィルをやる上でも、割と使い勝手がいいので、いくつか今回はそれをご紹介させていただきます。でまず、このパターンに入っていく前にパラディドルの手順を、しっかりと意識してみましょう。この、アクセント部分をちょっと一つ増やしてこういう形にします。これをそのまま右手ハイハット、左手スネアに置き換えてみます。バスドラムを、一番最初だけに入れてみます。そのまま足の位置を変えたりとかするとちょっとね、なんかいい感じのリズムパターンになります。これのコツが、パラディドルをね、他の場所にこう移動して練習するとアクセントがやっぱ全部一緒になっちゃったりするんですよ。この状態でやると、あ、パラディドルやってるなっていう感じになってしまうんですね。こうっていうよりかは、どっちかというとこうアクセントツタ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 を、しっかりと意識すると、ちゃんとこういい感じのリズムパターンにね、こうなるっていう感じなんですかね。でこれをなんかこう、普通のリズムパターン8ビートのパターンから、これに移ってみてもいいし、っていう感じですかね。でさらに、これを、そのままこうフィルに応用するっていう形もやってみます。今のこのタカ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 、この形を、アクセント、この右手のアクセントを他の場所に移動するというのをやってみますね。一番最初はシンバル、そして次はフロアタムに行こうかな。こう、いう感じですかね。で今のって、3拍目4拍目、2拍のフィルなんですけど、これを、1小節にしてみるみたいなね。まず1つ目がこういう感じですかね。こうで2個目がちょっとこうトリッキーなフィルになりますかね。でこれをなんかこう手癖のようにというか引き出しの一つとして、活用できるんじゃないかなと思うので、こうリズムパターンこう やりながら、いけると、いい感じになると思います。ライトシンバルに行ってもいいですよね。こうツタツツタツタタのなんかこう右手をカップに行ったりとか、
たいな感じでこう。でもありかなと思います、フロアタムに行ってもねかっこいいんじゃないかなと思うんですよ。フロアタムで例えばこうこれをそのままこうねリズムパターンとして、ちょっとこうダークな感じでねこう置き換えてもいいと思いますし、こうなんかおかずとしてはなんかこういう感じが良さそうかな。こうみたいな感じで、まあ、このパラディドルの手順結構いろいろ遊べると思うので、まあ、ぜひね、パラディドルこの習得したらなんかこういろんなところにこう縦横無尽に行ったりとかこうリズムパターンに応用してみたりとかなんかそんな感じでやってみると面白いんじゃないかと思うので、まあ、ぜひ、参考にしてみてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。